金蔵、サタンに行きます。サタン、一緒しませんか。サタンですよ。サタン、一緒しませんか。サタンですよ。サタン、一緒しませんか。サタンですよ。でまあ、それだしね、まあ、弔問外交という話も、まあ、いろんな人が出てるんだけども、まあ、それが G7 の、その主だった主要国の人が、もうトップでも来ないわけですよ。来るのはカナダのトルドーさんだけ、あと、マクロンさんも来ないってなったし、まあ、もちろんバイデンさん来ないし、だから要はメルケルさんも来なくなったんだよね。まあ、メルケルさん現役じゃないんだけど来なくなったし、要はもう大体ナンバー2とかナンバー3が、来るということになってしまったので、もう弔問外交としての意味合いもちょっとなくなってきてるんですよ。そうそう、向こうから。サタン、一緒しませんか。サタンですよ。